2023年上半期最高の新作を紹介。はい、どうも、エクトモです。今回の動画は2023年上半期新作ラノベトップ10ということで、2023年もね、あっという間に半分終わってしまったので、今回は上半期に発売された新シリーズの中から個人的にめちゃめちゃ良かった10作品を厳選して紹介します。今回はランキング形式で紹介していきますので、ぜひどの新作が一番か予想しながら、動画最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。まずは第10位からです。第10位、パッシュブックス、異世界ラーメン屋台、エルフの食通はラーメンが食べたい。おいおい、ゆきともさん、いきなり謎すぎるラノベを紹介してきたなって思った人がいそうですが、このシリーズね、ガチで面白かったです。まあ自分もね、人におすすめしてもらって読んだんですけど、予想外の面白さでびっくりしたんですよね。まあタイトルの通り、ラーメン特化の異世界グルメラノベでして、異世界の住人たちがラーメン屋の屋台に通って、いろいろなラーメンに舌鼓を打つっていう感じになっています。このラノベ、とにかく読んでいて腹が減るんですよ。まあ、ベーシックな醤油ラーメンから、二郎系、ベジポタ系など、いろいろなラーメンが登場するので、このラノベ読んでから数日はね、もうラーメン食いまくってましたね。まあ、それとね、ストーリー的にも、日本でラーメン屋台をしている男と、異世界人たちとの友情を、ラーメンを通じて描いていて、人間ドラマも面白かったんですよね。まあ、全体的に色物感あふれるラノベですけど、グルメ系作品が好きなら間違いなく楽しめる一冊ですので、ぜひね、気になった人は手に取ってほしいです。ということで第10位は異世界ラーメン屋台でした。続いて第9位、講談社ラノベ文庫、異世界で生き抜くためのブラッドスキル。こちらは講談社ラノベ文庫の新人賞受賞作品ですね。タイトルに異世界と入っている通り、異世界転生系のストーリーなんですが、世界観のシビアさとダークさが特徴的でした。まあ、いわゆるね、クラス転移系の始まりなんですけど、この作品が特徴的なのは、まあ、主人公たちが転移した異世界は、吸血鬼にならなかったら、人間はすぐに死んでしまう過酷な状況っていうことですね。まあ、転移してすぐに主人公たちは人間を捨てることを迫られるっていうね、なかなかきつい始まりになっていました。さらに生きていくためには、傭兵としてモンスターと戦わされるっていうダークな世界観になってます。まあ、クラスメイトたちとパーティーを組みながら、絆を育んでいく感じですので、そこら辺もポイントですね。まあ、本作で特に良かった部分は、手に汗握る戦闘描写で、新人作家とは思えない迫力が最高でした。特に主人公が覚醒していく展開は、めちゃくちゃ盛り上がるので、一巻だけの満足感もかなり高かったです。まあ、この一巻でもね、綺麗に物語はまとまってるんですけど、続きが出たら相当面白くなると思うので、ぜひね、続きを見たいですね。まあ、シビアな世界観で生きる少年少女たちの戦いが好きな人は、この作品手に取る価値あると思います。ということで第9位は異世界で生き抜くためのブラッドスキルでした。続いて第8位、電撃文庫、レプリカだって恋をする。こちらは今年の電撃小説大賞の大賞作品ですね。ちょっと不思議な青春ストーリーとして完成度の高いシナリオで楽しませてもらいました。この作品は何といってもレプリカとして生み出された少女が恋を知って強くなっていく展開が素晴らしかったですね。まあ、オリジナルの嫌なことを肩代わりして儚い日常を過ごしていくヒロインが本当に健気でどうにか幸せになってくれって思っちゃうんですよ。それとそんなヒロインと出会って恋に落ちていく少年の方も実は秘密があったりと、ストーリー的な引きもねしっかりありました。さすが電撃小説大賞作品っていう感じで、青春ストーリーとしてのまとまりが良かったですね。まあ、直近でね、2巻目も発売となりましたけど、1巻の完成度が高かった分、2巻でどう物語を広げていくのかは気になります。まあ、とりあえずね、切ない青春ストーリーが読みたいっていう人は、しっかりハマる作品だと思うので、かなりおすすめです。ということで、第8位は、レプリカだって恋をするでした。続いて第7位、HJ 文庫、箱入りお嬢様と庶民な俺のやりたい100のこと。この作品はここ最近読んだ純愛ラノベの中でもトップクラスに良かったですね。なんというかね、主人公がとにかくまっすぐなキャラで、恋するヒロインのために人生をかける熱いキャラっていうのが良かったです。それとね、本作のメインキャラは中学生となっていて、ラノベでは珍しい年代なんですよね。まあ、ひょんなことで出会った二人が恋に落ちて、その恋を叶えるために色々な障害を乗り越えていくストーリーになっています。この作品のヒロインは、日本随一の財閥のお嬢様で、主人公の方は町の自転車屋の子供ですので、身分差のある恋となっています。なので、主人公たちの前にヒロインの両親とかが立ち塞がったりもするわけですね。ただ本作を読んですごく良かったのは、その壁となる大人たちがどれも魅力的だったっていうことです。まあ主人公を遠ざけようとするヒロインの父親はもちろん、主人公の母親だったりも個性的で魅力的でした。まあ子供を思うからこそ厳しく接しているっていうのがしっかり描かれているので、説得力がね、すごく出ていたんですよね。
そしてね、そんな親を描くからこそ子供たちの純粋な気持ちが引き立つので、全体的なバランスがとても良かったです。まあ、真っ直ぐで熱い純愛ストーリーが読みたい人は本作かなり刺さると思うので、ぜひ手に取ってみてください。ストーリー的にもね、続きは出そうなんですけど、一巻でも綺麗にまとまっているので、軽い気持ちで読み進めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。ということで第7位は箱入りお嬢様と庶民な俺のやりたい100のことでした。続いて第6位、角川ブックス異世界闘将の魔剣制作暮らし。この作品はね、鍛冶師の主人公を中心に描かれる群像劇系のファンタジーでしたね。まあ、タイトルに異世界って入ってるんですけど、作中で異世界転生とかはないので普通にファンタジーものって感じです。まあ、本作のストーリーとしては、刀鍛冶の主人公がある日最高レベルの魔剣を作り出したことで、様々な人間の人生が動き出していくっていう感じですね。いや、この作品の面白いところは、主人公が作った刀と出会って多くの人間の人生が変わっていくっていうところですね。例えばね、主人公の刀を献上された王子様が、その刀に魅了されて持ち主として見合う男になるべく剣術にのめり込んでいくなんてエピソードがあったりと、いろいろな人間のね、変化と成長が描かれるんですね。まあ、ストーリー的に大きな目的があるっていうわけではないんですけど、刀と人間の日常ドラマ部分が面白くて、スルスルと読める面白さがありました。まあ、魔剣の魅力に取り憑かれた人々が予想外の動きをするので、そこら辺の意外性も良かったですね。まあ、特に表紙の奥の方にいる刀に魔法を付与する不要術師でゲルハルトっていうキャラがいるんですけど、このね、おじいちゃんキャラが面白かったんですよね。誰よりも魔剣に魅了されて欲望に任せて動いていくので、見ていて飽きなかったです。というか主人公よりもエピソードがね、結構多いキャラなので、実質的な主人公だと思いますね。まあ、そんな感じでね、個性的なキャラがたくさん登場する群像劇系の日常ファンタジーですので、いろいろなキャラの人生の一端を覗いてみたいっていう人は本作おすすめです。ということで第6位は異世界闘将の魔剣制作暮らしでした。続いて第5位、角川スニーカー文庫南国彼女と一つ屋根の下。こちらはボーイミーツガールから始まる爽やかな青春ラノベですね。海を舞台にしたマリンスポーツ要素があったりと、新鮮味があったっていうのも高評価でした。まあ、ストーリーとしては父親の海外赴任をきっかけに、知り合いのダイビングショップを運営する家に居候して始まるって感じですね。まあ、当然その家にはヒロインもいますので、同性系ストーリーにもなっていきます。まあ、ただ本作の特徴として、まあ、最初にも言いましたけど、マリンスポーツが物語に絡んでくるってことですね。特にスキューバダイビングがメインとなっていて、海のおおらかさと魅力がしっかり描かれているっていうのもポイントです。ダイビングってやったことないんですけど、この作品読んだらめちゃめちゃやりたくなりましたね。それと過去に傷を抱えている主人公がヒロインとの出会いで一歩踏み出していく成長ストーリーもありますので、そういった人間ドラマにも注目です。こちらはね、一巻で綺麗にまとまっているので、読みやすさもバッチリです。これからの夏の時期にも非常にね、合っているので、ぜひ読んでみてください。ということで第5位は、南国彼女と一つ屋根の下でした。続いて第4位、MF 文庫 J、ステラステップ。この作品は崩壊した SF 的世界観とアイドルをテーマにした熱いストーリーが素晴らしかったです。オリジナリティという部分では上半期でナンバーワンだったんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、本作の魅力は何といってもディストピアとアイドルっていう相反する2つを融合させてきたってことですね。まあ、隕石によって崩壊した世界でアイドルのライブが資源争いの戦争代わりになっているっていうね、独特の世界観がすごかったです。まあ、そんな世界で多くのアイドルを無慈悲に倒してきた最強の主人公と、アイドルに夢を持つ純粋な少女が出会い、世界を変えていく展開がめちゃめちゃ熱かったです。アイドル要素にしっかり熱量が注がれていて、ライブシーンの盛り上がりも素晴らしかったですね。まあ、主人公たちが置かれている立場もガチでひどいというか、劣悪なディストピアですので、世界観が本当にシビアなんですよね。ただそんな世界だからこそ、人々に夢を与えるアイドルの輝きが際立つので、本当に設定がよくできてるなと思いました。まさに新時代のアイドルラノベと言ってもいい新作ですので、アイドル要素が好きな人はもちろん、シリアスで熱いストーリーが好きな人も非常におすすめですね。ということで第4位はステラステップでした。続いて第3位、 GCN 文庫魔女と傭兵。まあ、こちらはがっつりダークファンタジー系の新作です。タイトルもシンプルで自分好みなんですけど、ストーリー的にも武骨な感じで良かったです。もともとウェブ原作作品なんですけど、GCN 文庫って作品チョイスのセンスがいいですよね。ストーリーとしては、人々に恐れられて迫害されている魔女と、金で何でもする傭兵が出会って、新天地を目指していく冒険ファンタジーって感じです。この二人の相棒感というか、信頼関係がめちゃめちゃ良くて、何とも言えない雰囲気が最高なんですよね。
まあ、人間不信な魔女が実直な仕事人である傭兵と信頼関係を積み重ねていくっていうのが良かったです。恋愛とはまた違って、まあ、どちらかというと保護者と子供的な関係で見ていてほっこりするっていうのも良かったです。それとたどり着いた新天地でギルドに所属して魔物退治をする展開があったりと実直なストーリー運びになっていましたね。まあ、全体的に奇抜さはないもののすごく堅実なファンタジーになっていて、まあ、むしろね昔ラノベにハマっていた人こそ改めて読んでみるのがいいかなっていう気もします。このシリーズはね長く続けば続くほど面白くなると思うのでぜひね長期シリーズ化してほしいところです。ということで第3位は魔女と傭兵でした。続いて第2位パッシュブックススープの森動物と会話するオリビアと元傭兵アーサーの物語。この作品はねツイッターで流れてきたレビューを見て気になって読んでみたんですけど自分のツボに完全に刺さった作品でした。物語全体を包み込む優しさがとても良くて読後感が素晴らしいシリーズなんですよね。まあストーリーとしては森の近くでスープのお店を出してひっそりと暮らしているヒロインがある日一人の男性と出会ったことで幸せを見つけていく純愛ストーリーですね。本作のヒロインのオリビアは生まれながらにして人や動物の心の声がわかるせいで、まあ、気味悪がられて人間不信になっているんですけどそんな彼女が最愛の人を見つけるっていう展開が優しく描かれてるっていうのが素晴らしかったですね。それとオリビアと出会うことになるアーサーという男性は元傭兵なんですけど傭兵でいることに傷ついて心が折れてしまってるんですね。まあ、そんな二人が出会うことでお互いの居場所を見つけ出していくっていうのが本当に尊いんですよ。まあ、ジャンルとしてはね、少女ラノベに近いと思うんですけど、作品全体の雰囲気が優しくて、読んでいてめっちゃ癒されるんですよね。まあ、物語の中で登場するいろいろなスープ料理も美味しそうですし、動物たちの心の声も可愛くて、読んでいてほっとできるっていうのが本当に良かったです。まあ、毎日の生活に疲れている人や、少しゆったりとした気持ちになりたい人は、かなりおすすめな作品です。まあ、自分もね、ここ最近ちょっと疲れていたので、これを読んで一呼吸入れられた気がしますね。まあ、そういうこともあって今回は高順位に入れてみました。ということで第2位はスープの森動物と会話するオリビアと元傭兵アーサーの物語でした。そして2023年上半期雪友的第1位に輝いた作品はこちら第1位ガガー文庫冬に背く。いやこの作品はね切れ味圧倒的でしたね。ライトノベルというよりは文芸寄りな作品なんですけどこういう作品を出せるのがガガー文庫の強みですよね。作者は石川博先生っていうことで隠れた名作ラノベがたくさんある作者さんで個人的にはねヴァンパイアサマータイムっていう作品が一番好きだったんですけどそれに匹敵する歴代ナンバーワン作品になりました。ストーリーとしては異常気象で雪が降り続ける日本を舞台に少年少女たちが変わってしまった日常を生きていくっていう感じで全体的に静けさの漂う物語でしたね。明らかにコロナ禍を意識して作られた物語で今だからこそ読む価値のある作品だと思います。まあ、それとねボーイミーツガールとしてもとても優秀で主人公とヒロインが密かに恋を育んでいく展開が見ていてほっこりするんですよね。ただ冬に閉ざされてしまった世界でじわじわと漂う虚無感とか赤涼感も描かれていてそこがまた素晴らしいんですね。激しい物語じゃないんですけど少年少女の等身大の物語として染み入る魅力がありました。それとタイトルにも入っている冬にいろいろな意味が込められているっていうのも良かったですね。まあ、人間誰しも生きていくなら抗うべきものがあってそれとどう立ち向かっていくのかを本作は描いているのかなって思います。切ない物語ではあるんですけどとてもね優しい物語なので読み終わった時は温かい気持ちになれると思います。まあ、結構ね人を選ぶ作品かもしれないんですけど今だからこそ読んでほしい物語ですので今回は第1位としました。こういう作品が突然現れるっていうのもラノベの魅力ですよね。まあ、ちなみに1巻で綺麗に完結しているので読みやすいと思います。ということで2023年上半期雪友的ナンバーワンラノベはガガー文庫の冬に背くでした。はい、ということで今回は2023年上半期のラノベランキングをお届けしましたがいかがだったでしょうか。上半期を振り返ってみると全体的にラブコメが多かった印象ですけどその中でエッジの効いた作品が出てきたりと各レーベルで新しいジャンルを模索しているっていう感じがあって結構面白かったですね。まあ、個人的にはね掘り出し物的な作品が多かった気がします。まあ、今回のねトップ10の作品もどれもオリジナリティのあるもので、まあ、読めばね面白さを感じられる作品だと思うので未読の人はねぜひチェックしてほしいです。まあ、それとね皆さんが読んで面白かったラノベもぜひ教えてほしいので、コメント欄に書いていってもらえると嬉しいです。まあ、下半期もねどんなラノベが出るのか楽しみにしていきましょう。それでは本動画はここまで、また次の動画で会いましょう。またね。